い、神社ならずんでございます。本日もセブンナイツやってまいりましょう。6月6日土曜日、日が経つのは本当に早いですな。まあ月をまたいなどね、こちらの方をやっていきましょう。ではスタート。はい、ということで6月に切り替わりましたけど、トパガチャやっておりません。ということで99回できます。この中でレギンレイが入ってんだよな、この中。どうなんでしょう。1体ぐらい欲しいよね。結局ガチャで1匹しか取れなかったからね。1匹っていうか1体しか取れなかったからね。レギンレイが入ってますね。ちょっとこれにかけてみようかと思います。では早速参りましょう。99回勝負アポシトナ。はい、まあもし SP が出たら当たりですね。背景が青になった瞬間が一番のチャンスということになっておりますが、果たしてどうでしょう。来るかな。なんかごめんなさいね空気清浄機が一気に動き出したので音がうるさいかなと思って消しました。よいしょ、いけ清流ほうより。あ、なんか兆しがもう20ぐらい引いてるのかな。さあ、しかも星4番。おっ、あたた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 、髪の毛が多かったから来たかと思った。惜しいね。バネッサなんか久々に終わんだな、これ。これでもセブンナイツ枠だから売ったら得するパターンか。よかったよかった。じゃあ当たりだな、セブンナイツだったら。よいしょ、いけ、頼む。次の演出が来るのを俺は待っている。よいしょ、来い来い来い。今何回ぐらい引いてるかな。半分ぐらいもういったかな。一旦やめた。あ、すごい感覚ですね、僕。ほんと半分ぐらいですね。48回ですね。じゃあラスト後半戦に向けていきましょうか。48回で1体か。もう1体なんか演出来い。青背景、青背景、カロン、バラン、シルビア、アシュラ。まあでもちょっとレギンレイブもう1体出たところで44か。あー、変わっちゃった。ちょっとそのレベルでもなんだよ変わっちゃったな。よいしょ。あー、なんでクラハンやねん、なんでクラハンやねん。これなんかでももう1回押すよりかこっちの方が出るね。そんなのはなんでもないか。今回たまたまだったね。ちょっとごちゃごちゃしててごめんなさいね。見づらくなっちゃったね。あと1回演出。エヴァンとバリスタをよく見るね、今回のこの。ああ、びっくりした。飛ばすことはできないのか、ボックスの方に。必ずミミックで処理しないとダメなのかな。ああ、もうあと20回。1回2回3回。あ、また切り替えやがった。よいしょ。4回明かりの星5。 すごいちょっと今日調子悪いな、なんか。すいませんね。どうも戻っちゃう。1回押しても左手で押さないようにしよっか。あー、星5。あー、また倍結果めんどくさいね、これ。ミミックさっき掃除したから星3でどうだ。3体ぐらいじゃきついね、多分。このぐらい売却しとけば大丈夫かな。いきます、ポストマン。あと8回ね、8回。ちょっとこれはもうマジか。ドタバタしただけで来い来い。いやー、ダメか。ということで今月分はトパガチャ終了でございます。はい、ということで結果的には爆死でございました。まあレギンレブレベル42か、遠いなこれ。まあ来月調合とかもし使えるようになったとしてきても2体でしょ。
トーディ46で、いやだからあと1体を手に入れておきたかったね。だからあと2ヶ月後ですよ、僕のレギンレイブを使えるのは。もうでもその頃になってる時に新たな編成でかなり重宝されるキャラクターになってる可能性はありますんでね、ちょっとそれに期待しておこうかと思います。はい、ということで本日は短めですがここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。ではみさん、バイバイ、ありがとうございました。